見つかったら厄介だ。身を隠しておこう。慎重に行こう。ここから助けろ。死体か。調べてみよう。Thank you.
俺の船の乗組員になれ。今よりいい生活をさせてやるぞ。
休ませるな。固まるよ。全員に自由とドラクマを約束する。あんたも含めてだ。
慎重に行動しないとダメだ。
いい眺めだ。前よりもっといいよ。また会えたらって思ってた。アルキビアです。アテナイの外で何を？僕みたいな人はいつも多忙なのさ。あらゆる港に船を止めてるんだもの。ああ、そうだろうな。景色だけが目当てじゃないなら頼みがあるんだ。この小包は絶対に正しい受け取り人に届けたい。差出人は僕じゃなく、ディオドロスという男さ。構わないが、こんな小さな箱だけか？大きさだけで判断しない。小さいことが極めて大きな影響を与えることもあるんだ。あんたの小包じゃないんだろ？なぜ持ってるんだ？ただ僕に回ってきただけ。デオドロスに頼まれたの。今あなたに頼んでるみたい。ああ、ディオドロスはどうして自分で届けないんだ？好奇心旺盛な人。答えがいつもあるわけじゃない。物事がただあるだけってこともね。たくさん旅をしたんだろ。どこが一番好みだ？おや、個人的な質問かい？面白い。世界は美しい場所で溢れてる。好きを選ぶのはひいきの下手いらを選ぶのに似てるね。選んでもいいけど、答えは気分次第で変わる。わかった。誰に渡せば？コリンティア軍の砦近くにいるバルダスって男だよ。彼は軍の強力な財産さ。で、あんたからだと？違う、ディオドロス。忘れないで、ディオドロスから。
くれたままでいよう。俺の傭兵じゃないな。何の用だ。あんた宛てだ。見せろ。何かの冗談か。あれの鋳物じゃないか。なんだ、お前の妻テリアへ私が恋しい時のために。おい、これは誰からだ。ディオドロスを知ってるか。ディオドロス、おのれ、ただじゃおかないぞ。やつの部下をぶっ殺して船をめちゃくちゃにしてやる。テリアとのことを後悔するがいい。慎重に行こう。あなたが懐かしくなり始めてた。それで小包は届けたかい。バルダスに話したらディオドロスを殺すと息巻いてたぞ。俺もまさかあれがあれだとは思わなかった。想定外で楽しかったでしょ。欲しかったらもう一つあなたに作ってあげる。もう一つ？まさか。ああ、あれは僕の何だよ。すごかったでしょ。ディオドロスを追い払いたかったのさ。うまくいった。時々自分に感心するよ。言ってろよ。体で話をするのはどう。僕の鋳物を見た時あなたもそれを考えたはずだよ。ここで？神々の前でか。供物を捧げよ。神々が止めに入るのを見てみたい。むしろ見物したがるかもね。神々も楽しんだだろうな。はあ、本当だよ。すぐにでも再演してあげたいな。